試合開始前から日差しが非常にありました。風はちょっと冷たかったんですが、前半の10分クロスが入ってきて、レオナルドのまずシュートを杉本は1回弾き返しました。そしてその後もなんとかそのセーブをしたとキャッチしました。さらに前半今の場面ですね、これレオナルドがファーの裏側に出ていましたね。最初のシュートをよく弾きました。そしてここもまあディフェンスがですね、ヤブがボランチのヤブが競り合ってたんで打ち切れなかったということもあります。そしてここも非常に岩渕のいいシュートだったんですけれども、17分の藤枝の攻撃をご覧いただきました。この場面ですね、もうインサイドできちっとミートをして枠に飛ばしていたんですけれども、ゴールキーパーの北野のセーブでした。そしてここも非常にその岩渕が粘って粘って球際の強さを見せて左足のシュート、残念ながら外れましたけども、これが前半の47分でした。そして、後半の5分ですね、トータルの50分なんですが、このヘディングシュートは井上、ガイナーレのセンターバックの井上のヘディングシュート、上に外れていきました。さらにここは強烈でしたけれども、レオナルドその前にオフサイドがありました。まあ、開幕から5試合連続ゴール中のレオナルド、今日はとうとう6試合連続という記録を作ることはできませんでした。そしてこれは渡辺のシュート、